これからタクシー業界はどうなる？地理試験、ライドシェアなど気になる話題をまるっと解説。タクシー運転手に、私はなる。どん。え？さてはマリサ、また何かに影響されたのね。タクシーの運転手って、どんな道でもわかっててすごいよな。こないだ友達と下北沢で飲んでたんだけど、気づいたらよくわからないところにいて。うんうん、スマホの電源も切れてて、まさに万事休すだったんだぜ。このままじゃお家に帰れない。どうしよう。でも、そんな時に藍色の救世主が見えたんだぜ。ああ、タクシーのことね。私はタクシーに乗り込んで、家の住所を言ったんだ。そしたら、タクシーの運転手はすぐさま向かってくれたんだぜ。いやあ、私もあんな風に迷える人を助けられる救世主になりたいぞ。しかし、タクシーの運転手の人はなぜあんなに道に詳しいんだ？私がタクシーに乗った時、何か確認する様子もなかったんだぜ。うっふ、タクシーの運転手が道に詳しい理由、いろいろあるけど、地理試験に合格しているからかもしれないわ。地理試験？タクシーの運転手は運転技術以外にも、地理に詳しくないといけないのか？じゃあ、私がタクシーの運転手になるのは難しそうなんだぜ。でも、いつも私と地理のことを勉強してるじゃない。そう言われればそうだな。その、タクシーの運転手になるための地理試験って一体どんな感じなんだ？じゃあ、今回はタクシーの運転手の地理試験について解説するわ。地理試験とは何なのか、そして地理試験が存在する理由についても、解説するから、まるっと地理試験が理解できるはずよ。おう。頼んだぜ霊夢。まずはいろいろ話を聞いてから、本当にタクシーの運転手になれるかどうかを、考えてみるんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。地理試験って何？地理試験って、なんだか学校の試験みたいな名前だけど、タクシーの運転手になるなら、必ず合格しないといけないのか？地理試験に合格する必要があるのは、東京、神奈川、大阪の特別指定地区で、タクシーの運転手をする場合に限るわ。東京、神奈川、大阪の特別指定地区では、地理試験の試験会場で、地理試験に合格してから、タクシー運転手ができるの。他の地域では、普通2種免許があればタクシー運転手をできるわ。ふーん。ところで、2種免許って何だったっけ？聞いたことはあるけど、どういう定義だったか忘れてしまったんだぜ。普通2種免許とは、旅客運送を行うために必要な運転免許よ。人を乗せてお金をもらうときに必要な免許なの。普通2種免許を取得するには、19歳以上であり普通自動車免許を取得してから、通算1年以上の経験も必要よ。何？じゃあ、そもそも運転免許を持ってない私がタクシー運転手になるには、まず運転免許を取って、運転経験を積むところから、始まってしまうのか。先は長いんだぜ。タクシー運転手は人を乗せて運転する仕事だからね。いわば、乗った人の命を預かる仕事。だからこそ、道のりは険しいわ。確かにそうだな。でも、そう聞くとさらに興味深くなってきたぞ。運転免許はさておき、地理試験についてだ。地理試験っていうからには、やっぱりペーパーテストなんだよな。その通りよ。ガーン。じゃあ、私がタクシーの運転手になるのは、難しそうなんだぜ。ペーパーテストって聞いただけで、そんなにショックを受けるなんて、相当な苦手を持ってるみたいね。人生を過ごす上で、何かと付きまとうペーパーテスト。でも、うまくパスできた試しがあまりないんだぜ。ちっ。甘いわ、マリサ。というと、人生、過去は変えられないけど未来は自分次第で変えられるわ。そうだ。で、タクシーの地理試験って、どれくらい難しいんだ？ざっくり合格率は、50% ってところかしら。めちゃくちゃ難しいじゃないか。霊夢の振りで、もしかしたら簡単なのかもしれないと思った自分が、おバカだったんだぜ。うっふ、地理試験は5回ほど受けてようやく合格するというケースも、珍しくないみたいね。5回か、かなり気合が必要だな。私だったら10回は必要かもしれないんだぜ。地理って言うからには、やっぱり暗記がメインなのか？そうね。主要な道路や交差点だけでなく、有名な建築物などに関する地理科目問題も出題範囲だから、合格には多面的な地理に関する知識を網羅する必要があるわね。タクシー運転手になるには広くて深い知識が必要なんだな。とても、難しそうなんだぜ。じゃあ、そんなマリサに朗報よ。なんだぜ。地理試験はね、マークシート方式なのよ。なんだって？ところでマークシート方式ってなんだ？マークシート方式っていうのは、こういうテストのことよ。ああこれか、つまり、丸暗記しなくても、大丈夫ってことだな。ただ、合格は正答率 80% 以上だから、しっかりと勉強する必要があるわ。とにかく難易度は高いってことだな。つまり、そういうことね。単純な疑問なんだけど、地理試験に合格しないと、タクシー運転手になれないってことは、タクシー運転手を目指す人は独学で、
この難易度の高い地理試験に合格しなければならないのか？完全に独学ってわけでもないみたいよ。意外と難易度が高いから、タクシー会社が新人ドライバー向けの講習を実施したり、問題集を作成したりしてるみたいなの。もちろん、自分で頑張って勉強するのは前提になるわ。へえ。結論、やっぱり難しいってことだな。しかし、タクシー運転手に地理知識が必要なのはわかるけど、東京、神奈川、大阪の一部の地域だけって、一体なぜなんだ？地理試験が存在する理由については、次の章で紹介するわね。地理試験はなぜ存在するの？東京、神奈川、大阪の特別指定地区のみで地理試験が存在する理由。それは、地理が複雑な都市部では特に周辺の地理状況の理解が求められるからよ。確かに、東京、神奈川、大阪は道が複雑だよな。でしょ？ここで私が都会で道に迷った話、パート2を紹介するんだぜ。だいぶ前だけど、友達と大阪の南に、車で遊びに行ったんだけど、一方通行が至るところにあって、なかなか目的地にたどり着けなかったんだぜ。都市部になると一方通行は増える傾向だけど、御堂筋の複雑さは特に大変よね。大阪市の中心部は、一方通行の街と呼ばれるほどだから。しかも、駐車場の料金がすごく高くて、最大料金なしだったから用が済んで戻るととんでもない金額になってて、友達と二人で膝から崩れ落ちたんだぜ。それは災難だったわね。想像しただけでも恐ろしい話だわ。しばらくショックだったけど、一周回った今となっては、将来のための良い勉強になったと思ってるぞ。あら、お金の亡者のマリサにしては珍しいわね。へへへ、お金の亡者だからこそ、あの時の犠牲を忘れない。って気持ちなんだぜ。貪欲もそこまで行くと良い発想だと思うわ。駐車料金の話はさておき、都市部の地理ってやっぱり複雑すぎるよな。そうね。単純に道が複雑なのもあるし、マリサが言ったように、一方通行の存在も大きいわよね。まさにラビリンスだよな。私は都市部で何度かタクシーのお世話になっているけど、タクシー運転手は、ラビリンスなんてものともせずスイスイって、目的地まで行ってしまうよな。かっこいいんだぜ。うっふ。確かにそうよね。複雑な道でも、目的地までスイスイ行けるのは、地理試験のおかげなのか？それもあるわね。もう一つ知っておきたいのは、タクシー運転手の責務よ。責務？なんだか難しそうだな。簡単に言えば、責任と義務ってことよ。責任持ってやり遂げる仕事のことを責務というわ。で、タクシー運転手の責務ってなんだ？確実かつ迅速に乗客を目的地へ輸送することよ。おお、なんだか、ピシッとしていてかっこいいな。したがって、地理試験があるから複雑な道でも、スムーズに目的地に行けるというよりは、タクシー運転手の責務を果たすために、地理試験がある。という感じね。よくわからないけど、卵が先か、鶏が先かって感じだな。面白い答えではあるけど、合ってるような、合ってないような。霊夢がわかりやすく解説してくれたから、ちゃんと理解できたぞ。都市部で道が複雑でも、タクシー運転手の責務を果たすために、地理試験があるんだな。その通り、ちゃんと理解できていて、偉いわね。へへへ、私は賢いからな。じゃあ、次の章では地理試験の存在を揺るがすかもしれない、あるものについて解説するわ。あるもの？気になるぞ。タクシーと似ているライドシェアって何？ここで突然だけど、クイズよ。タクシーと似たサービスに、ライドシェアがあるわ。タクシーとライドシェアの違いは何かしら？視聴者のみんなも、マリサと一緒に考えてみてね。え、そもそも、そのライドシェアが何なのかわからないんだぜ。ここまでの流れで、いろいろヒントがあったはずよ。そう言われても、うん、なんだろう。さあ、答えをどうぞ。人じゃなくてロボットが運転している、とかかな？ぶっぷー、残念外れよ。正解は、一般的なドライバーが運転手でした。一般的なドライバー？タクシーは2種免許を持ついわゆるプロのドライバーが運転手だけど、ライドシェアの場合は、2種免許の有無を問わず利用できるわ。ふむふむ。というか、ライドシェアが、そもそもよくわかってないから、ライドシェアについて教えてほしいんだぜ。ライドシェアは、相乗りよ。ってことは、ヒッチハイクみたいな感じなのか？少し違うわね。ライドシェアとヒッチハイクは、計画があるかどうかが違いよ。ライドシェアはガソリンなどの費用は、乗車した者同士で折半するのが一般的なの。同乗者と目的地があらかじめわかるのが、ライドシェアよ。ふむふむ。一方で、ヒッチハイクは面識がない者同士で行われることが多いはずよ。ああ確かに、実際にヒッチハイクをしたことはないけど、こんな感じのサインしてやるんだよな。映画でよくある成り行きは、トラックの運転手さんが乗せてくれたって感じだよな。映画でヒッチハイクするシーンは、だいたい移動距離が長いからね。長距離を移動するトラックでないと、対応しきれないのかもしれないわ。確かに、とりあえず、ライドシェアとヒッチハイクの違い、それから、ライドシェアがどんなものなのかについても、
おおよそ理解できたぞ。えらいわ、今日のマリサは冴えてるわね。ところで、ライドシェアってあまり聞いたことないけど、もしかしてこれから一般的になるのか？でも、そうなったらタクシー業界に関わっている人は、お客さん取られて困ってしまうよな。最初の方に説明した通り、日本で旅客運送をするには、二種免許が必要だから、現状の日本ではライドシェアは基本的にないの。二種免許なしで有償でお客さんを運べば、無免許運転になってしまうわ。二種免許がなければ、お金をもらって人を運べないんだな。だけど、海外では電車バスと同じように、ライドシェアが普及しているのよ。海外にあって日本で普及できないのはなぜなんだろう。都会は電車、バスだけで生活できる地域が多いけど、自家用車がないと困る地域に住んでいたら、ライドシェアが便利だと思うんだぜ。日本でライドシェアが普及しない理由は、安全が確保しにくいことにあるわね。そっか。良くも悪くも、日本は安全や責任に重きを置くもんな。ライドシェアが普及している海外では、どんな感じなんだ？じゃあ、ライドシェアが普及している国の、良い側面と悪い側面を紹介するわね。はい。ライドシェアの良い側面は、雇用創出や渋滞緩和、利便性の向上よ。渋滞緩和と利便性の向上はなんとなくわかるけど、雇用の創出ってことは、ライドシェアがきっかけで、働く人が増えたってことなのか？そうね、二種免許を取ったり、試験を受けたりする必要がないからね。お金をもらえるドライバーになるまでの障壁が少ないのは確かよ。なるほど、ライドシェアが普及したら、運転免許を持っている誰もがみんな、お金を稼げるチャンスがあるってわけだな。最高じゃないか。でも、悪い側面もあるってどういうことだ？ライドシェアの存在を利用した犯罪が増えたことよ。え？ライドシェアを装って乗客の女性に性犯罪をしたり、人などの凶悪犯罪につながったケースもあるわ。面識ない人の車に乗るのってやっぱり怖いことなんだな。ある程度、危機感を持つに越したことはないけど、こういった犯罪に対して運転手の身元確認を強化するなど、対策は取られているわよ。なるほど。みんなが安心して使えないと意味がないもんな。ライドシェアが普及したら便利そうだけど、気になるポイントも結構あるってことだな。タクシーの運転手が不足しているって本当？ところで、私は最初にタクシーの運転手になりたいと言っておきながら、遊びに行った時に利用する程度で、あまりタクシーの事情に詳しくないんだぜ。だから、最近のタクシー事情を知りたいぞ。わかったわ。最近のタクシー事情を一言で言うと。言うと？深刻な人材不足よ。ええ、霊夢のことを疑うわけじゃないけど、にわかに信じがたいんだぜ。結構駅で見かけるし。運転手の高齢化、コロナ禍による離職、需要の拡大、ネガティブイメージ。この4つがタクシー業界が人材不足になっている要因ね。運転手の高齢化、コロナ禍による離職はなんとなくわかるぞ。ただ残りの2つはいまいちよくわからないんだぜ。タクシーの需要拡大は、訪日観光客の増加が主な要因よ。今は需要は高まっているけど、コロナ禍による離職で運転手の絶対数が減っているから、全体を見るとタクシーが足らなくなってしまうわ。ここ数年は対面接客しているお仕事の人にとって、経済が低迷しすぎて失われた数年だったもんな。長年続けてきた仕事でも、泣く泣く辞めたタクシー運転手さんも、いるのかと思うと、胸が痛むぜ。次に、ネガティブイメージについて紹介するわ。そうそう、ネガティブイメージって何なのか気になったんだぜ。ズバリ、タクシー運転手の待遇面に関するイメージよ。マリサは、タクシー運転手の待遇ってどんなイメージがあるかしら？そうだな。女性もいるけど男性が多いし、どちらかといえば50代以降の人も多いから、給料は良いのかなって勝手に思ってるけど、実際のところどうなんだろう。そう。マリサのイメージを壊すようで悪いけど、一般的には、他業種と比べて低賃金長時間労働の傾向があるわ。ええー、そうなのか？タクシーの運転手は、旅客運送を行う他の仕事と比べると、最も給与が低いと言われているの。イメージとは真逆だったのか。バスの運転手の平均月収が約32万円に対して、タクシー運転手の平均月収は約26万円。さらに、勤務時間はバスの運転手は月間約219時間だけど、タクシー運転手は月間約189時間でそこまで変わらないわ。地理試験がある東京、神奈川、大阪のタクシー運転手も、そんな感じで低賃金、長時間労働なのか？東京のタクシー運転手の平均年収は400から700万円と言われているから、そこまで給料が低いとは言えないはずよ。なら、よかったんだぜ。あともう一つ気になることがあるぞ。少し前に、女性の新人タクシー運転手のドキュメンタリーを見たんだけど、女性のタクシー運転手って多いのか？実際に自分がタクシーに乗るときには、大体男性の運転手さんが多いように思うんだが、女性のタクシー運転手は、全体の 2% と言われているわ。決して多くはないけど、
活躍しているわよ。そうなのか。よし、私も頑張るぞ。未来のタクシーはどうなる？ここまでで地理試験に関する内容や地理試験がある理由、それから、ライドシェアやタクシー業界の現状もなんとなくわかったぞ。いろいろ理解できた気がするけど、タクシー業界の未来ってどうなるんだ？これ以上人材不足が進行したら、海外のようにライドシェアが、解禁になったりするのかな？イエスかノーでは答えられないわね。でも、現状に関してだけど、ライドシェアが、解禁される雰囲気はなさそうよ。強調するけど、あくまでも現状はね。なぜそこまで解禁がないって言い切れるんだ？タクシー業界や一部の自治体が安全面を理由に反対しているからよ。安全だったらなんとも言えないな。実際に海外でも事件が起きているわけだし。一方で、安全性を考慮した上でどうにかライドシェアを導入できないか、様々な実証実験もなされているの。ほう、どんな実験なんだ？興味深いんだぜ。まず、2018年12月には広島県および三好市と松田が協力して、運行管理システムや利用者用アプリの開発を進めた上で、実証実験で得られたデータを収集しているわ。実験という割に、かなり本格的じゃないか。松田って、あの車メーカーの松田だよな。その通りよ。松田のコネクテッド技術を駆使して、ライドシェアの懸念点である密室ならではの犯罪を予防するのが目的よ。その、コネクテッド技術っていうのは一体どんな技術なんだ？名前だけだとどんな技術なのか、全くわからないんだぜ。マツダのコネクテッド技術は、車とネットワークをつなげる技術よ。ライドシェアにおいて、どのような機能が搭載されているのかは、具体的に明示されていないけど、車のあらゆる情報が、オンラインで共有できるはずよ。へえ、ハイテクだな。コネクテッド技術が搭載されている車はオンラインで駐車位置を確認できたり、緊急対応が必要な時には音声や画面で知らせてくれたりするの。ライドシェアに限らず、普通に利用している状態でも何かと便利な機能なんだな。そうね。海外ではライドシェアの導入によって生活が便利になったり、渋滞が緩和されたりするとか、いろいろなメリットがあるみたいだし、安全に配慮できるなら、導入することで救われる人が多そうだな。その通りよ。タクシー業界だけでなく、ライドシェアの今後に関しても目が離せないわ。タクシー運転手の人はすごい。それで、マリサは本当にタクシー運転手を目指すの？いろいろ解説してもらった後で言うのもなんだけど、もう少しよく考えてみるんだぜ。人生一度きりだからね。じっくり考えることも時には必要よ。どういった部分でもう少し考えてみる気になったの？合格率 50% の地理試験に、私が合格できる自信がなさすぎて。それに、お客さんに言われた場所にスイスイ行くって、方向音痴で上がり症の私にはなかなか難しそうだなぁ、と思って。なるほどね。気持ち的な部分ではどうなの？きつい仕事って聞いても、憧れる気持ちはあるんだぜ。それに、人材不足だからこそ世のため人のためになるなら、頑張ってみたいと思うぞ。じゃあ、とりあえず運転免許を取得してから、じっくり考えてみても良いんじゃない？そうだな。よし、とりあえず免許を取るぞ。視聴者の皆様の中に、タクシー運転手または、家族や友達にタクシー運転手の方がいたら、お仕事での体験談を、マリサに教えてあげてね。タクシー運転手さんとのエピソードも大歓迎なんだぜ。ご視聴ありがとうございました。